レナードカイ・フラーは著名なアメリカ合衆国の無線の先駆者。1919年連邦政府により海軍のために建設された1メガワットのポール船アーク無線送信機。この開発はフラーが率いていた。オレゴン州ポートランド生まれ。1908年にポートランドアカデミーを卒業し、1912年にコーネル大学の工学の修士課程を卒業した。その後、 ニューヨークのブルックリンにあるネスコに入社し、数ヶ月後にサンフランシスコのフェデラルテレグラフカンパニーに移り、1913年にチーフエンジニアとなった。1913年から1919 19年にかけて陸軍、海軍のための非常に大きいポール船アーク送信機の開発及び製造を主導した。その後、それは海洋艦の通信のためにアメリカ、 フランス、パナマ、ハワイ、そして太平洋をまたいでフィリピンのステーションに設置された。全米研究協議会の第一次世界大戦における大戦水管グループの一員であり、スタンフォード大学で研究を続け、1919年に電気工学で PHD を取得した。これはこの大学で初めての PHD であった。 コリン・ビー・ケネディ CEO のフレッシュマンマスターピース無線機1919 19年から1923年にかけては自らが設立したサンフランシスコのザ・コリン・ビー・ケネディカンパニーで無線受信機を製造し電力会社向けに私的なコンサルティングを行った1921年と1922年には5万ボルト以上の電力線に対し世界初の キャリア電流の電話システムを設計し設置した。1923年から1926年までは、スケネクタディとニューヨークにあるゼネラルエレクトリックで電力会社の通信と無線受信機の業務に携わり、その後、1926年にサンフランシスコの GE に戻った。そこでは、新たな高電圧の開発と、フーバーダムとロサンゼルスの間の 電力線通信などの西海岸での電力事業に向けての真空管の応用を主導した。その後はフェデラルテレグラフカンパニーに戻り、パロアルトのプラントを管理する代表取締役、副社長及び主任技術者となった。1930年から1943年にかけてカリフォルニア大学バークレー校の電気工学の教授で、あるとともに学科長でもあった。 この間に、アーネスト・ローレンスと友人関係になり、ローレンス・バークレー国立研究所の最初のサイクロトロンを建設してあげている。1946年から1954年にかけては、スタンフォード大学の電気工学アクティングプロフェッサー及び委託研究の調整役を務めた。24件の特許を所有していた。無線学会、アメリカ電気学会のフェローであり、 アメリカ物理学会の一員であった。1919年、長距離無線通信への貢献により、IEE、e、モーリス・エヌ・リーブマン記念賞の最初の受賞者となった。ありがとうございます。